まああと料理関係で一つちょっと今回言わないとあかんことに関しては、チキチキボーンっていうそのお惣菜、あの骨付きのちょっと 辛さがあるお惣菜みたいなのも買って焼いてたんですよ。で、友達がちょっとあのチキチキボーン焼けたぞっつって渡してくれて、それを食べたんですよ。そしたらもうなんか初めあちょっと辛いなっていう感じだったんですけど、その後なんかじわじわ辛さが込み上がってきて、最終的にはもう口中ヒリヒリして、これ以上あの食えへんみたいな辛さになって、なんかおかしいなっていう風に思ったんですよ。でその後もう辛さがもう止まらないんで、もう10分ぐらいずっとうがいし続けて、まあ、やっと収まって、まあそれでもちょっと口の周りヒリヒリするみたいな感じで、で なんて言うんですけど、なんかチキチキボーンっていくつかのスパイスがあの11種類とかかな入ってるらしいんですよ。でそのスパイスがもう僕の体質に合わなかったのかなっていう風に思ったんですよ、はい、とんでもなく辛かったんで、もう ほんまに トラウマレベルで辛くて、でその後なんて言うんですかね、なんかおかしいなと思ってたんですけど、家に帰ってからちょっと後輩から連絡があって、まあ、連絡があってって連絡があったわけじゃないんですけど、なんか無言で写真送られてきたんですよ。キャンプから解散してみんな家に帰った後に無言でこの画像が送られてきて、これですね、一体これなんやねんって思って調べてみたら、なんかキャロライナリーパーっていうギネス認定の世界一辛い唐辛子みたいな写真やって、なんかどうやらそれがあの僕がちょっと席を離した間にあのチキチキボーンに振りかけられてたみたいです。だほんまになんかとんでもない辛さやったんで、はい、なんか おかしいなと思ったんですけど、まあそういうことやったみたいですまあそのどんだけ辛かったかってのはなかなかちょっと説明しづらいんですけど、とにかくもう口の中ずっとヒリヒリするような辛さやったんで、まあちょっと友達にいたずらしたいなとかそういう人はあの試してみるのもいいかもしれないですね。あの普通に Amazon とかで 2,3,000円ぐらいで売ってるんで、まあでも一応その辛さで言ったらこのキャロライナリーパーよりも辛さが高いやつは1個か2つぐらいあるみたいなんですけど、まあ一応認定を受けてんのはこのキャロライナリーパーっていうやつがあの受けてるみたいですね。まあでもあのやるときはほんまに愛と選ばないと人間関係壊れるぐらいの辛さなんで、はい、そこだけは気をつけてください。はい、これだけはほんまトラウマですね、チキチキボーンの逆にそのチキチキボーンを1本目でこれ盛られたやつをあの食ってしまったんで、逆に普通の味がどんなんかっていうのは次試してみたいですけどね。結構お弁当のお惣菜とかで使われてるみたいなんですけど、はい、なんか僕も食べた記憶はあるんですけど、ちょっともう昔のことなんで全然覚えてないんで、まあ、またちょっと食べてみたいなっていうふうに思ってます。これはあの持ってきたやつはな僕の後輩なんですけど、まあ、ちょっと今度やり返すしかないですねなのであのちょっと僕もこれ、はい、用意しとこうと思います。